うん。さあ、頼むぜ。悪いが、ちょっとしゃがんでくれないか。よいしょ。およし。行くぜ。はい。はい。なるほど。Scratch! No. No. Yeah. Yeah. よし、推理しようぜ。よし。よし。よし、推理しようぜ。よし。よし。Pero... そうか。いいぞ。ほう。はい。はい。よし、推理しようぜ。よし。ええ。消えた宝石、そしてお腹いっぱいのどうしたのピカチュウ。そういうことか。よっ、ピカッとひらめいた。盗まれた宝石はあそこだ。えっ、よし。よし。大詰めだな。ビシッと決めようぜ。皆さん、お集まりのようですね。急に来てくれだなんて、一体何なのよ。実は真犯人が分かりました。真犯人？宝石を盗んだのはバーンズさんじゃありません。一体誰なんだ？これから順番にご説明します。まずは宝石保管室への侵入方法です。ドアにこじ開けられた形跡はなかったから鍵を使ったのは確かだが、鍵はガーディが管理している。夫とバーンズ以外ガーディから鍵をもらうことはできないわ。ああ、そうだな。じゃあ一体…やっぱり犯人はバーンズさん？いいえ、違います。犯人はある方法で鍵を入手したんです。犯人は眠り粉を使ってガーディを眠らせ、その隙に鍵を奪ったんです。証拠はあるのかね？もちろん。ガーディの食事で使っているお皿を調べてください。ドレディアの眠り粉が検出されるはずです。なるほど。保管室への侵入方法は分かった。だがあの頑丈なケースを短時間で切断するのは不可能だ。ああ、確かに。いいえ、可能です。ポケモンの力を借りれば。ポケモン？犯人はエルフーンと小刀を操り、技を使ってケースを切断したのです。なんと、そんなことが可能なのか。どのように宝石が盗まれたかは分かったよ。でもバーンズさんの無実は証明されないんじゃないか。実はバーンズさんが無実だという証拠があるんです。このメモはヤブクロンが持っていたものです。メモだって？そこにはバーンズさんに罪を着せる計画が書かれていました。ということはバーンズさんは無実？じゃあ犯人は誰なんだ？真犯人はこの中にいます。なんだって？オーロラの雫を盗んだ犯人、それはターナーさん、あなたです。僕は小刀に殴られた被害者だよ。本当に殴られたんですか？小刀の両腕は刀、切られたようには見えませんが。僕が犯人だというなら宝石はどこにあるんだ？そんなもの持ってないし、屋敷から一歩も出ていないぞ。宝石のありかなら分かっていますよ。ポケモンです。あなたが宝石を隠した場所、それはウのお腹の中です。なんだって？確かにターナーのパートナーはウだが、今日は見かけないわね。ターナーさん、よく練られた計画でしたが、犯行現場周辺にウの羽を残したこと、そして責任感の強いガーディを甘く見ていたこと、この2つが命取りでしたね。さあ、ウを呼んでください。よし、俺に任せろ。おお、オーロラの雫。それに保管室の鍵も。もう言い逃れはできませんよ、タナさん。一生遊んで暮らせたはずなのに、よく知らないやつと組んだのが悪かったな。うん。やれやれ。ウには宝石を食わせて、自分は臭い飯を食う羽目になるとはな。さあ、行こうか。はい。おいおい、どうしたんだ、ウ。何してる？早く捕まえるんだ。はい。なんということだ。あなた。タナ。俺は何も知らないよ。話は署で聞かせてもらおうか。ガディ、お手柄だったな。あっ、ピカチュウ、あれ。おう、お前もう行くのか。またな。そういえばウの背中を見たか。ああ、光るものがついていた。あんなものは見たことない。おそらくターナーは本当に何も知らないんだろう。この事件には裏がありそうだな。ただいま。おかえりなさい。遅かったのね、二人とも。こんばんは。あら、お客さん。同級生のレイチェル。はじめまして。彼女だったりして。え？だといいんだがな。うん。ええ。そうね。そうね。夕食ができたわよ。それじゃあ私はそろそろ。あら、よかったら一緒に食べていかない？うん、そうしようよ。二人もこう言ってるし、どうかな。じゃあ、ご一緒させてもらいます。やったー！さあ、召し上がれ。腕によりをかけて作ったのよ。おいしそう。いただきまーす。母さん自慢のマカロニチーズだよ。これがハリーの大好物のマカロニチーズか。おお、これはうまいな。でしょ？うん。アイリン、大事な話があるんだ。何？別れてほしい。冗談でしょ？ティムとソフィアのことは頼んだ。突然何言ってるの？すまない。ハリー、理由があるんでしょ？ごめん、アイリー。ハリー。大丈夫？ピカチュウ。いきなり寝ちゃうんだもん。心配したよ。俺は眠ってたのか。ええ。どう、調子は。ああ、まあな。ピカチュウ。これってミュウツー。あなたたちに伝えたいことがあります。数日前、洞窟にいたところをポケモンたちに襲われました。あ、ニュースで見ました。彼らは何度倒しても何も感じていないようでした。まさかアルカ？いいえ、意志を持たずに操られているようでした。それとハリーも。ハリー？あの光は昼間のウウと同じ。2つの事件はつながっている。おそらく間違いないな。オーロラの雫を追うことが謎を解く鍵になりそうだ。うん、そこから追いかけよう。オーロラの雫を奪ったウウ、ミュウツーを襲ったスピア、どちらも光る機械が体につけられていた。そしてミュウツーのハリーという言葉。オーロラの雫を調べることで父さんに近づくことができるかもしれない。